竹村正義8月26日退は、日本の政治家、自治官僚。現在は、政治評論家、地域政党チーム氏が特別代表。妖怪知事市長、滋賀県知事、衆議院議員、新党先駆け代表、内閣官房長官、大倉大臣を歴任。政界引退後は、龍谷大学客員教授、徳島分離大学大学院教授を務めた。 滋賀県加納氷玉を村の農家に生まれた。母を小学2年、祖父を中学3年、父を高校2年の時に亡くす。兄貫一。滋賀県立妖怪地高等学校では日本民主青年同盟に入って活動を行った。新聞部の部長だった2年生の時、友人の書いた文章の内容が偏っているとして担任が不掲載を求めた。 竹村は拒否し、無期謹慎の処分を受けた。同じ日に、他の8名の生徒も、発行した、機関紙が、思想的に偏っているとして、退学や定学などの処分を受ける。誰一人処分には納得せず、兄弟生や、立命館大学の学生らの応援を得て、反対運動を続けた。生徒会長に立候補し、吉田内閣の逆コースと再軍備施策を批判した。 高校卒業後から受験勉強を始める。学費の面倒を見ると受け合ったおじに勧められ、工学部入学を目指す。その中で唯一物理が必須科目でない、名古屋大学工学部機械工学科を志願し、一郎の末に無事合格した。しかし向いていないと自覚して、二年生の春、学籍を大学に残したまま受験勉強を、 し直すという目的で、神崎郡英元寺町の英元寺に書生として住み込む。翌春、東京大学教育学部の3年生に、編入学した。卒業後、東京大学新聞研究所を経て、経済学部に、学士入学、経済学部を卒業。その間、私学部の6年生だった女性と、学生結婚にした。国家公務員上級試験に合格後、 自治省の面接試験を受ける。面接官の一人に、後藤田正春がいた。27歳で妻も子もいるという経歴を、面白いと思った、後藤田の推薦により、1962年、自治省に入省。愛知県庁に出向している間に、ドイツ政府留学生試験に合格。妻は、名古屋市で、市会院を開業した直後であったが、 西ドイツに留学。異例の公務出張扱いであった。帰国後、日本列島における、均衡発展の可能性と題した論文を、自治研究に、発表、地方開発の必要性を説いた。それはやがて列島改造論を模索していた、田中閣営の目に留まる。田中に呼ばれ事務所で30分ほど、論文の概要を話すと、明日から、 うちの事務所へ来てくれと言われる。帰ってから、自治省官房長の宮沢博史に報告すると、事務連絡で通うことにしておこう。私が責任を持つから行ってきなさいと言われ、公務員法違反の疑いのある田中事務所通いがそこから半年間続いた。その後、埼玉県庁に出向。総務部分遺書課長となる。埼玉県で、滋賀県出身の衆議院議員 福永賢治の地遇を得た竹村は、政治の道に進む意欲に駆られるようになる。自治省官房調査官になった後、1970年に退職。郷里の8日市に戻り市長選挙立候補の準備を始める。半年ほどで、小学校区単位の講演会を中に設立した。当初対抗馬と思っていた現職の市長は出馬せず、 社会統計が応援する助役が後継として立候補することとなった。1971年4月の選挙に保守勢力をバックに立候補し、初当選した。30代の若い市長として自転車で市役所まで通勤するなど、当時から環境を意識した行動をしていた。自転車都市宣言を行い自転車道路を建設した。 1974年9月初旬、日本労働組合総評議会滋賀地方評議会、全日本労働総同盟滋賀地方同盟、滋賀地方中立労働組合協議会、全国、三別労働組合連合滋賀地方協議会の労組4団体の幹部が、市役所を訪れ、滋賀県知事の野崎金一郎の県政を、どう見ているか、竹村に質問した。野崎は、 同年11月の県知事選に向けた参戦出馬が確実視されていたが、県は竹村の市長就任後、妖怪知事に対する補助金をことごとくカットしていた。また野崎は同志の行事に理由もなく欠席を続けていた。これらのことが地元ローカル市で国名に報道されている頃のことだった。会見の直後、 労組と民社党は革新統一候補として竹村を押すことを決める。当時、野崎と上田建設の誘着が問題化されており、これが最大の攻撃目標となった。民社党衆議院議員の西田八郎は、日本共産党県委員長の西田清氏に直接交渉し、全野党で協調しようじゃないかと口説き落とした。民社党の本部は、 共産党との共闘に難色を示したが、西田八郎が私が責任を取ると言って押し切った。竹村を候補者に押す動きがあるとの報道が出始め、竹村は9月10日、大津市に出向いて記者会見で発言した。一気半ばで他の選挙に出ることはありえません。 8日市民に対する配信になります当初は日本社会党の足並みが揃わなかった。上田建設社長の上田修は、戦前の水平社員時代から、熱心な無産政党の支持者で、戦後は、ブラック解放同盟の運動を通じて、社会党との関係が深かった。60年代後半から、総評系組合以外にほとんど党員組織のない、社会党県本部は、 上田建設の献金に完全に頼る状態であった。上田茂雄は大量の資金提供とともに、竹村は真の革新候補ではないとして、社会党に独自候補を立てるよう合情した。その結果、県委員長の後藤俊夫衆議院議員、副委員長の山本昭作県議、大原智子県議、高橋務所記長らは、社会党県大会の決定を覆して、 高橋努を知事選に立てることを決定してしまう。社会党は緊急党大会を開いて三役を除名し、新三役を選び、竹村推薦を決めた。それまで慎重だった市の助役や部長まで市長室に飛び込み、こうなった以上は男として決断してくださいと迫り、竹村は10月15日、ついに立候補を決断した。老素4団体と社会党。 共産党、民社党は、竹村の選挙組織、みんなで、明るい革新憲政を作る会を作り、それに公明党が独自推薦で加わった。11月17日に行われた滋賀県知事選で、すべての新聞予想を覆し、現職の野崎金一郎を僅差で破り初当選を果たした。上田建設に食い物にされた滋賀県の財政は、土地開発公社が、 多額の未払い金を抱えてほとんど破産状態にあった。竹村は、この未払い金を契約解除によって帳消しにし、県の単独事業を全て全年度ペースの一律、半分以下に抑え、また、指示団体である、県職員労組に、泣いてもらい、県職員の1号級ダウン、昇級9ヶ月延期と、調整手当の3分の1カットという、荒領事を、強行し、 財政の再建に成功した。また、県民との対話を重視し、住民運動を先取りした県政との高い評価を受けた。実績としては、琵琶湖の水質汚染を防ぐために、日本初の合成潜在追放条例など、全国的に注目を集めた、環境保全条例の制定が挙げられる。また、1984年8月28日から8月31日には、 滋賀県主催の国際会議、国際故障環境会議を大津市で開催。ちなみに、この会議には、後の滋賀県知事、加田幸子が、ビワ湖研究所の研究員として参加し、滋賀県立ビワ湖博物館を提唱していた。県知事には1978年に無投票で再選。1982年に無投票で参戦を果たした。 日本の高専知事選挙において連続で無投票当選したのは竹村が初めてである。1970年代後半から1980年代前半、滋賀県知事の傍ら、龍谷大学に客員教授として教弁を取る。その縁で、龍谷大学理工学部を滋賀県へ誘致、滋賀県大津市の 琵和湖文化公園都市に、理工学部と社会学部の第3のキャンパスを開く。1986年7月6日の第38回衆議院議員総選挙に、滋賀県全県区で保守刑務所属で立候補し、当選、国政進出。自民党では、政和政策研究会に所属する。1988年9月2日、鳩山幸男石橋茂らと、 政策勉強会、ユートピア政治研究会を結成し、金のかかる政治に対する改革を訴えた。なお、このユートピア政治研究会が、後の、新党先駆けの母体となった。1993年4月、田中修正と竹村は、新党結成を決断。二人が最初に誘ったのは、鳩山幸男であった。仲間は合わせて10人となり、 竹村らは離党時期を同年の8月20日前後と決めていた。そこへ6月18日、宮沢喜一を主犯とする、宮沢内閣不信任案可決に伴い衆議院が解散する。同日、10人の自民党議員と共に離党。6月21日、新党先駆けを決闘し、党代表に就任。 同年7月18日の第40回衆議院議員総選挙では、新党ブームに乗って13議席を獲得し躍進。衆院選翌日の7月19日には、知事時代から親しい関係にあった、細川森弘の日本新党と、院内統一会派、先駆け日本新党を結成し、細川と共に共同代表となる。衆院選後の政局で、 日本新党と共にキャスティングボートを握り、後藤田正春を中心とする自民党内政治改革推進派と提携しようとするが、同年8月9日、新政党の小沢一郎代表幹事の工作によって、細川を主犯とする非自民、非共産連立政権である細川内閣が誕生。竹村は内閣官房長官に就任した。 細川政権のキーパーソンに一躍浮上した竹村は、大国民的には、ムーミンパパの愛称を認知させることでソフトなイメージを出すことに成功。政治改革や米自由化などで、細川政権を、閣内から支える一方で、閣外の意思決定機関、与党代表者会議を主催する小沢と対立することで、自分を際立たせることに成功するなどしたたかな。 政略を見せたため、欧州の火薬庫と呼ばれたバルカン半島になぞらえ、三木武雄以来のバルカン政治家とも称された。細川は当初、連立内閣を小沢と竹村のバランスに立って運営していたが、次第に小沢に傾斜する。官邸主導の政治を目論む竹村は、与党代表者会議を牛耳る小沢や、公明党書記長の市川雄一の1.1ラインと、 激しく対立した。国会対策の必要もあり、竹村は、古巣の自民党幹部らと頻繁に面会して、調整を行っていたが、このことにも、小沢は反発した。細川が、消費税を廃止し、新たに、税率7%の福祉目的税を創設する、国民福祉税構想を唐突に発表した際、竹村が、過ちを改めるにしく話と発言するに及び、 細川との間は、急速に冷却化していった。岩上安心と、政権内にいた小池由里子は、細川と竹村の間に亀裂が生じたのは、アメリカ合衆国が竹村を北朝鮮に加担している、スパイであると見て、竹村が政権内にいる限り日本に、機密情報が出せないと、細川が訪米した際に通知し、竹村の更迭を求めた結果であると語っている。 1994年4月8日、細川政権の崩壊直後、先駆け日本新党は解消され、日本新党と新党先駆けの合流は構想倒れに終わった。細川大臣表明から20日後の4月28日発足の羽田務を主犯とする羽田内閣の成立に当たっては、閣外協力に転じ、院内会派、改新には参加しなかった。 この間、水面下で、野党、自民党、及び連立から離脱した、社会党と交渉を重ね、同年6月24日に、自社両党と連立を組み、翌日6月25日、羽田内閣は、総辞職。6月30日、村山富一を主犯とする自社左連立内閣を、成立させる。竹村は、大蔵大臣に就任し、 1995年の村山改造内閣でも留任する。同年11月において大倉大臣として日本財政危機発言を行う。この時日本の国債発行残高は458兆円であった。政界再編のキーマンであった竹村が連立政権で増唱に就任したことは違和感なく受け入れられたものの。 バブル崩壊の後始末をめぐって深刻化する金融情勢に必ずしも財政政策や金融政策に精通しているわけではなかった竹村は実効性のある対策を打てなかった。1995年9月、大蔵省在任中ながらフランスの各実験再開及び各実験実施に対するダヒチでの抗議デモに参加した。 新党先駆けの党運営については、やがて党代表幹事だった、鳩山幸男との間で、社会党との新党、社佐新党構想をめぐり対立が表面化。1996年8月28日、代表を辞任。1ヶ月後の9月28日には、鳩山、菅直人山瀬らが、新党先駆けを離党し、民主党を結成。 民主党の結成に際しては、新党先駆け全体での合流を希望したが、鳩山らは排除の論理でこれを拒否した。8月28日の代表辞任後、井手昌一が公認の代表となるが、新党先駆けは、格外協力の形で自民党政権を支えたものの、党政の体調に歯止めが効かず埋没。 1998年5月31日、代表に復帰。同年6月、自民党との連立を解消し、環境政党としての再出発を表明。同年10月、透明を先駆けに解消し、事実上回答する。1999年7月、衆院本会議で国旗及び国家に関する法律に賛成票を投じた。 2000年2月、心筋梗塞の手術後、回復過程で、肺脳腫を併発し53日間入院。同年4月、腹部大動脈瘤破裂で倒れたが、一命を取り留めた。同年6月25日の、第42回衆議院議員総選挙に無所属で、立候補するも、選挙カーには一度も乗れず、昼間はホテルに身を横たえていた。竹村の健康問題を取り上げた。 小西明の前に落選。2001年3月10日、先駆けを離党し民主党に入党した。7月23日に小西が死去し、それに伴う10月の衆議院補欠選挙では、立候補に意欲を見せるも、病気の悪化などがあり、立候補を断念。事実上の政界引退となった。2004年、朝日大受賞を受賞。現在は、病気を克服して、 かつて非常勤講師を務めていた龍谷大学にて客員教授として再び教団に立つ傍ら地球環境問題にも取り組んでいる。また2009年の民主党政権誕生以降はかつて非自民政権の中枢にいた立場から新政権についてコメントする機会も多い。2011年には岩波書店からオーラルヒストリーによる回顧録を出版した。 2019年11月17日、憲法9条の改正に反対する主張や、主張経験者による、全国主張9条の会の結成総会が、明治大学のリバティタワーで開かれた。同日時点の呼びかけ人、賛同者は131人で、内現職は13人。竹村は8人の共同代表の1人に選ばれた。竹村は、小国主義を主張した。 石橋炭山に習い、日本のあるべき姿を、小さくともキュラリと光る国と表現。新党先駆けも、党のスローガンに、質実国家、樽を知る経済を掲げた。神道先駆けには後に、石橋炭山と、小国主義を表した、井出正一や、2004年に、石橋炭山に関する著書を発表した、田中修正も参加している。 新党先駆け参加議員には、石橋丹山の主張が意識されており、新党の利亡集産が繰り返される中で渦漏れがちであったとはいえ、小国主義は、新党先駆けが強く打ち出していた、国家像であった。この主張は、中村厚夫の緑の会議に引き継がれた。二0六年十一月二十日、講演者、有志により、滋賀県大津市の長良山恩城寺北院法、 明院庭園に、竹村の政治活動を記念しその業績を称える、記念碑が混流された。非表面には、キラリ、竹村正義物語記念碑と刻まれ、裏面には、竹村の経歴が記されている。石組みの文字は、地元の書家、大田タスクトールによるものである。キラリは、竹村の日本の将来像を示す、象徴的表現であった。ありがとうございます。